どうも、こんにちは。今回はですね、ちょっと原薬とかには全然関係ないんですけども、まあ、今週に入ってからやと思うんですけど、まあ、医師の、まあ、性犯罪に対する、裁判所の、判決が下りて、すごいニュースになってたので、まあ、それに対してね、すごい僕自身いろいろと違和感を抱くことがあったので、まあ、それに関するちょっと動画を撮ってみたいと思います。1回ではちょっと済まないので、何回かに分けたいと思うんですけども。でね、どういう事件やったかというと、まあ、東京の足立区ですね。足立区の、まあ、乳腺外科医って言って、まあ、女性のおっぱいの、まあ、乳腺の外科医ですね。の方が、そのまあ患者さんが、手術して、まあ、麻酔で、まあ、麻酔を受けて、でそれでそこからまだ完全に覚醒してない状態、自由にならない状態で、その女性のおっぱいを舐めちゃったということで、準強制わいせつ罪で、まあ、一審では無罪やったんですけども、二審の高裁、東京高裁で、懲役2年の実刑判決。その起訴、執行猶予がつかない、まあ、実刑判決の2年ですね、の判決が下ったということです。でですね、まあ、この件に関しては、まあ、いろんな、意見があって、で特にですね、まあ、この方、医師なので、その医師仲間っていうのかな、医師仲間のか、医師、現役の医師の方が、けしからんやないかと。裁判所がね、裁判所けしからん、証拠不十分やと、ええ加減な裁判やって言ってる方がすごい多くて、でそれに関してもすごいね、僕はね、違和感を感じてるんですよ。でね、なんかそういう関係の動画を上げてはる方いてないかなと思って、まあ術後わいせつっていうので、まあ YouTube を検索してみたんですね。でそうすると、まあ、これに関する、まあ、動画を上げている現役の医師の方がいてて、まあ、それがフリーランス医師の KSG の挑戦というチャンネル名さんで、まあ、KSG さんという方みたいですね。まあ、現役のお医者さんみたいなんですけど、フリーランスのお医者さんみたいですけども、言ってあげておられました。でその動画の、リンクも説明欄に貼っておきますので、まあ、よかったら見てください。でそのこの KSG さんっていう現役のお医者さんのその事件に対する、まあ、自分の感想を述べてあるわけですけども、その感想っていうのが、まあ、典型的なお医者さんの感想やなと。で、まあ、この方はその自分はその犯罪があったかどうかわからないと。まあ、それはそうやと思うんですよ。僕もそうやし、本当にあったのかどうかっていうのは多分誰にもわからへんと思うんですよね。で、それをまあ裁判で、審理していくわけなので、まあ、部外者である僕らは分からないと思うんやけども、まあ、どっち、その、この KSG さんの動画を見て僕が感じたのは、まあ、どっちかというと、その医者を擁護、その被告人、犯人である被告人である、医者を擁護するような立場の意見やなというふうに思いました、感じました。はい、まあ、どっちか分からへんとは言うてあるけど、どっちかというとこう医師寄りな意見っていうのが、そういう意見やなというふうに感じました。で、それはね、そのネット上を見てても、まあ、ニュースが出ると、ヤフコメとかこう見てると、まあ、現役の医師やなというような方がコメントしてはるんやろうなという意見があるんですけど、まあ、この KSG さんの代打は同じようなことを言ってはるんですよね。だから、典型的なその医者仲間の意見やなというふうに僕は感じましたけども、すごいね、違和感感じるところもあったので、そこ、どういうところに違和感感じるのかというのをちょっとね、お話ししたいと思います。で、別に僕はその、この KSG さんに個人的に恨みあるわけでも全然ないし、全然その、面識もないし、全然関係もないです。たまたま、検索したら、この方が、上の方に出てきたというだけの話なので、別にその個人的にこの方のことをどうこうと思うわけではなくて、典型的ななんかお医者さんの意見なので、それに対して違和感を感じる一般人の意見をちょっと言わせてもらおうかなというふうに思っています。はい、でね、この方が、まあ、最初に言ってはるのは、すごい違和感を感じると。本当にそんなことするのかって、
なんでかって言ったら、すごい失うものがやっぱり大きすぎるということなんです。それはやっぱり医者やからっていうことやと思うんですけども、そんなつまらんことして、やっぱり医者になるのってすごいなんか大変やと思うんですよ。一生懸命勉強して、国家試験通って、それからもやっぱりね、研修医として頑張って、やっと医者になれるわけやから、そうやって築いてきた社会的な地位とか、収入、高収入を一瞬でパーにしてしまうような、そんなことをするのかっていう意味やと思うんですけども、それはね、やっぱりね、すごいね、偏見から来る意見やと思うんですよ。意見というか、まあ、考え方やと思うんですよ。でね、そういうことが、もう以前、20年以上前にもあったわけです。僕がね、一番その、衝撃を受けたというか、こう、なんていうのかな、すごいね、印象深く残ってるのが、筑波母子殺人事件っていうのがありまして、もう多分、もう25年以上前の話だと思うんですけど、まあ、東京の筑波で、まあ、母子、お母さんと子供が、絞め殺されて、袋に詰められて、横浜港に、沈められたわけです、重りつけてね。で、それが、まあ、お医者さんの嫁さんで子供やったわけですよ。で、そのお医者さんは、最初は、まあなんか家出人捜索願いみたいなのを出してたみたいなんですね。いなくなったと、病院から仕事から帰ってきたらいなくなってたというふうに言ってたんやけども、まあいろいろその任意の事情聴取してるうちに、警察はどうもその意思がおかしいんちゃうかっていうふうに思って、その医師を逮捕したわけです。で、そうしたらその時ですよ、その医者仲間とか医師会とかが激怒したわけですよ。医者を逮捕するとは何事かと、証拠が、確実な証拠があるのかということで激怒して、その検察けしからん、警察けしからん、検察けしからんということで署名活動を始めたわけです。で、すごい数の署名が集まったわけですよ、不当逮捕やということで。なんだけど結局どうなったかというと、結局そのお医者さんは車を2台持ってたわけですけど、 N システムっていうのがあって、まあ、主要国道とか高速道路とかに設置されているんですけども、ずっとこうナンバーを監視してるわけですよね。で、その N システムを使うと、そのお医者さんの車がどういうふうな行動をとってたかっていうのが分かるわけです。そうすると横浜港にも行ってるわけですよ。で、何のために行ったんやというふうに突き詰めていったところ、もう観念したんでしょうね。そのお医者さんが自供しだして、その自供通りにその嫁さんと子供2人、まだ小さい子ですよ、1歳と2歳の子供やったと思うんですけども、嫁さんと幼い子供2人の絞め殺されて、袋に詰められて海に沈められてたっていう遺体が出てきたわけです、うん、なのでその時もね、結局そういうことになっているわけですよ。だからね、その医者やからそんなことせえへんやろうと、まあ、普通はそうやと思うんですよ。そのまだその時ね、犯人は29歳やったと思うんです。そのお母さんは、嫁さんはちょっと年上の女房で31かなんかやったと思うんですけど、そんな30代で、まあ、バリバリの医師で、まあ、勤務医やったらしいですけど、まあ、年収1500万ぐらいあったらしいんですよ。で、何の不自由もない、で嫁さんも美人の嫁さんで、幼い子供もいてる、1歳と2歳、かわいい盛りじゃないですか。そんな子供を、嫁さんを、若い美人の嫁さんと小さい子供を、そのバリバリの、そのこれから仕事するぞっていう年収1500万円の医者が何のために殺すんやと、殺す理由がないっていうふうなことで、医者仲間は激怒して、署名活動して不当逮捕やって言って、抗議したわけなんですが、結局はその医者がやってたわけです。で、そのやってた理由についてはいろいろあるんだけど、まあ、本当に、まあ、後々分かってくるんやけど、ほんまにクソ野郎で、その医者は、成績はめっちゃ良かったらしいんですよ。もう中学校でも高校でもトップクラスやって、トップで卒業して、で、その医者になってるわけです。なんだけど、女性関係とかもむちゃくちゃで、その病院内に8人愛人作ってたりとか、で、あと投資、その
マンション経営とかで投資して失敗してて、で年収1500万あったんやけども、借金生活してたと。で嫁さんは何してたかっていうと、昼はジムで働いて、夜はなんかランジェリーパブかなんか行ってたっていうことです。はい、ちょっと信じられないですよね。年収1500万円の医者の嫁さんになっているのに、なんで風俗で働かんなあかんねんと思うじゃないですか。まあ当然その嫁さんがぶち切れるわけで、そういう関係でその夫婦関係が悪くなってたらしくて、その辺のこじれで、まあ結局嫁さんを殺してしまうことになって、最後は子供も殺してしまったり、それはまあいろいろあるわけですけども、まあ結局そういうもう鬼畜とも言えるような犯罪を犯してたわけです。うん、だからそういうね、前歴っていうかその歴史もあるわけですので、医者やからとか失うものが大きいからとかっていうのでちょっと考えられへんっていう考え方はちょっと偏見に満ちた考え方かなと思いますね。うん、小学校の校長先生でも何百円かの万引きして捕まってる人もいてるし、中学校の教頭先生とかでなんか未成年の女の子を買春してわいせつ行為して捕まってる人もいてるし、それは冷静に考えたら、そんな小学校の校長先生がそんなことするわけない、そんな何百円の万引きするわけないやんって普通は思いますよ。で中学校の教頭先生がそんな女の子、若い女、その未成年の女の子をお金で買うなんてことはそんなありえない、普通はありえないけども、やるやつはおるんですよ。なのでその最初にね、失うものが大きいからそれやるはずないんちゃうかとかっていうのはすごい偏見を持った、色眼鏡でその事件を見てしまうことになるので、そこはねちょっといっぺんリセットして、いくらどんだけ社会的な地位があろうと、まあクソみたいなやつはおるっていうことを前提に考えていかないと、冷静に見れないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ちょっとね長くなるので、まあそこ最初のところだけね、ちょっと、に対して僕が思ったことを言って、ちょっと今回は、動画切りたいと思いますけども、また他のことに、この次の段階に関してもちょっと、僕はどう思うかという意見は動画にしていきたいと思いますので、まあ、またよかったら見てください。はい、じゃあ、今回はこれで、終わりたいと、一旦締めたいと思います。はい、どうもありがとうございます。